今日の主役はこれです。お芋ね。でもお芋って甘くて美味しいからスイートポテトとか言ったり焼き芋とか、なんかでも料理になんか使いにくいと思うんだけど、今日の料理覚えたら、あ、お芋でおかずが作れるんだっていうね。それもね、ちょっと甘くて箸休めになって喜ばれるおかずができるので、お楽しみに。輝く食、輝く私、輝く世界、未来食の大谷由美子です。それではお芋ね、皮ごとです。あんま端のこと美味しくないので、ちょっと切ってみようか。ちょっとおデブなお芋なんだけど、ちょっと多すぎる。こんだけ作ったら多いので、これはまた別ので、今からこんなに筋がありすぎるので手強いね。美味しそうで、このお芋をあんまり厚すぎない、モコモコしない感じの、なんか綺麗でしょ、ほら紫っぽくて。野菜はね、お芋でもそうだけど、皮ごとだと 皮とこの間に消化酵素あるから、すっごい早く煮えるし消化もいいのね。だからこれで5分で蒸せちゃうので、そしたらこれは蒸します、せいろで。ただその時にね、ちょっと塩をまぶすんですね。これを入れて、で蒸す直前に塩を振って、ちょうどいい味に蒸し上がるように、 1% の塩味で、重さの 1% の塩味で蒸します。こうやって全体によくお塩ってね、こう絡んでいくの で、これをこうやってね、この蒸すっていう、昔私たちに聞いたこれふかすって言うんだけど、この蒸す料理が一番このエネルギー高い料理法なのね。なので蒸します。で蒸気の上がった蒸し器に入れて、蒸している間に、あえ衣、ちょくちょく紹介しているえごま、アルファリノレン酸の方向で、ね、アトピーのこうジクジクが治ったり、まあ、いろんな、もうあらゆる体の調整に不飽和脂肪酸アルファリノレン酸とリノール酸が働いてるんだけど、この子だけなぜかね、ちょっと酸化しやすいってこととか、いろいろ、あるいは加工しすぎとか、あるいは食べる食材が変わっちゃったってことで、なぜか2つでペアで働く片っぽがいない、要するに相棒がいなくて働けないっていう感じで、せっかく取った油が全然悪さばっかりして動かなくなってる。でもエゴマ食べると、これ丸ごと塊、繊維いっぱいのアルファリノレン酸なので、これを食べることで私はどんどん急激に回復するんですね。アルファリノレン酸の塊の天然の種エゴマ、なんかね、こう縄文時代からあったらしいよ。ちょっといりますね。ごまより簡単に入れるので、よく見ててプチプチって、1個プチって跳ねたらなんか大丈夫。これ結構茶色い子だけど、白い子もいます。東北の方では白いエゴマをよく食べます。あ、音が、ね、音がパチってしてるのね今。でちょっと音がして、はい、来た、いけました。このくらいで、だからあんまりまだかなまだかなって全然変化見えないので、音がねちょっとパチパチっとしてきたらもう OK なの。見えないのでつい不安になって、まだかなまだかなってやってて、もし出来上がった料理が苦かったら入りすぎです。苦くなければ OK で、これをすります。これ今日はね、さつまいもをするんだけど、あ、さつまいもを包むんだけど、もう何にでも半潰しですよ、半潰し。そしてお醤油を入れて、さらにで、お芋に今日はまぶすので、まあ普通だったらこのままこれで和え衣としてこう茹でたもの、要するに下ごしらえした食材って何をあえてももうこうやって、ああ美味しいって、なんかね、独特のちょっと海の幸食べたのかなって思うような、ちょっと濃い味がするのね。それはアルファリノレン酸が共通だからなので、ちょっと満足感な料理になります。で今日はちょっとお芋に混ぜるので、気持ち水で割っていきます。ちょっとトロンとしたタレにしていきます。はい、いいかな。ちょっとそんなお水入れなくてもいいみたい。これで蒸せたら混ぜたら出来上がり。お芋のほんのりお菓子のような甘さをエゴマの、ね、このキレのいい醤油味がくるんで、で普通もそもそして口の中で湿気がなくてもそもそして嫌だっていう人も多いね。男性ではお芋嫌いな人も多いんだけど、これの食べ方だとね、急に芋いいなみたいな感じになります。でちょっと糖分が欲しい要求も体が満たしてくれるし、ちょっと甘さが欲しいなっていう欲求も満たしてくれます。
お芋ふけたかな。だいたいこれで5分なので、でもお芋によるんだよね結構。あ、できてる。うん、オッケー。じゃあこれね、結構お芋繊細なのでポコポコ取ると切れちゃうので、私が皆さんにお伝えしているのは、もうテレビのニュースから何か雑誌から誰も教えてくれないけど、すごい私たちにとって有用な、それで簡単にできて美味しい料理たちを、日本のね、先祖の遺産のような料理、これをお伝えしてます。なんかね、蒸したらこうやって黒くなっちゃう、こんなとこってあんま美味しくないので、やめといた方がいいかなと思って弾きます。見て見て、すごいいいでしょ。お芋だけだと何でもないんだけど、これがまぶる。で、この意外と薄いので、うまくエゴマがまぶると、意外と塩味の方、意外とね、さつまいもの輪切り醤油煮とか、醤油煮とか美味しいんですよ。なんか甘さって塩で引き立つから、この塩味の甘さってね、すっごい体が本能的に喜ぶんだよね。はい、じゃあ盛り、このままでいいか。このまま食卓に出して、これがおしゃれすり鉢の良いところ。はい、出来上がりです。これだとお酒のつまみにもなるね。なんかね、今会いましたっていうこの臨場感いいでしょ。ちょっとね、食べてみよう。この紫の皮って実はポリフェノール、紫ポリフェノールなのね。なのでこの皮ごと、そしてアルファレノレン酸とポリフェノールと、そしてこう良質の植物性澱粉と、うん、スナックにもいいし、お酒のつまみにもいいし、あるいは食卓の一つのお料理、この衣があれば何をあえても美味しいので、ぜひできたら毎食毎食じゃない、せめて毎日毎日エゴマ食べてほしいなって。それだけであなたの体調がぐんぐん良くなるとしたら素敵じゃないですか。エゴマ料理ね、いろんな形で紹介するので、できたら毎日毎日食べてほしい。これあー美味しい、あー美味しいってこうね、誰も知らないびっくり料理を楽しんでるだけで、なんか人より健康になっちゃうって素敵でしょ。そんな料理これからもどんどん紹介するので、次はどんなレシピを紹介しようかということで、今日はここまでです。続きを見たかったらチャンネル登録よろしくね。それでは次回の動画でお会いしましょう。